おはようございます、千春です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。私は気づく、つながる、続けることで夢を叶える仕組みを作っています。9月18日、20日に、夢カフェイベントを開きます。夢を語ることで夢がね、具体的に明確になっていきますというような、そして夢を自由に語れる、そんな場所があったらいいな。そうすることでね、夢は大きく広がり現実になっていきます。そんなね、場所を作りたいと思いまして、9月18日、20日、5時からですね、8時で、夢カフェイベントさせていただきますので、この後ね、動画の下に申し込みフォームも載せてありますので、ぜひお申し込みください。では、今日のテーマですね。今日のテーマは、成功の法則は上位 20% の行動にある。成功の鍵は上位 20% の行動にあるというお話をさせていただきます。例えば、腹筋を割りたい、腹筋を割りたい、うちの娘ですね、今ね、腹筋を割りたいと思って、腹筋をね、毎晩毎晩重ねています。すごいですね、その継続力すごいと思いますが、できたらね、シールを貼ったりとか、いろいろな動画を見て面白そうな筋トレね、腹筋の筋トレがあったらそれを一緒にやってみたりなんかしながらね、しています。初めはやっぱり続けるっていうところでシールを貼りながら彼女なりに努力してきたかと思うんですが、昨日言っていたのはね、トレーニングがで自分の体が変わってくることが面白いと言っていました。おお、すごいなと思いますが、トレーニングをすることで自分の体が変わってくることがね、面白いと言っていましたね。あー、すごいなと思いました。彼女は腹筋を割りたくて毎日ね、腹筋を続けています。ここってすごく大事なことだなと思うんですね。彼女は腹筋が割りたい、だから腹筋を練習する、トレーニングするしているってことね。ここ、とても効果的ですよね。とても効果的です。そしていいトレーニングをね、勉強しながら取り入れているので、さすがと思います。やっぱり結果が出てきています。これが例えば腹筋が割りたいっていう、イメージなんだけれども、筋肉をつけたいっていうイメージ、目標、漠然とした筋肉をつけたいっていうイメージだと、やはり、人間の体はね、たくさんの筋肉ね、全て筋肉でね、できているので、筋肉を鍛えるにはやはり、そのね、全体を鍛えるっていうトレーニングをしなければいけません。だからもし、腹筋を割りたいのに体全体の、筋トレをしていたら、なかなか腹筋が割れるっていうところまで行くのに時間がかかりますよね。でも今彼女は腹筋が割りたいんです。腹筋が割りたいから腹筋を、ね、のトレーニングを積んでいる。これ正解だと思います。彼女の中で、筋肉をつけたいではなくって、自分は腹筋を、割りたいという目標を明確にして、そして、腹筋をしているというところね、ここがすごく効果が出ているんだと思います。人間の行動の効果が出るのは実は上位 20%、 人間の行動の上位 20% の行動が結果につながっている、効果につながっていると言われています。腹筋が鍛えたいのに体全体のトレーニングをしていては、それは効果が出るのにやはり時間がかかってしまって、腹筋が割れるのにはね、ほど遠いですね。全身の筋トレが悪いっていうわけではなくて、腹筋が割りたい人に対してはとっては
効率が悪いってことです。やっぱり腹筋が割りたい人は腹筋にぐっと絞ってトレーニングをしていくっていうことが大事です。そのためには目標が明確になっていること、腹筋を割るっていう目標が明確になっていることで、その人間の行動の上位 20% 成功につながっているという腹筋をトレーニングするということにつながります。ぜひあなたの行動、成功となる上位 20% の効果につながっている行動ができるためにも目標を明確にしていきましょうというねお話をさせていただきました。ということで、やはり夢を明確にすることすごく大事です。それはね、言葉に出して語ることからが始まります。ぜひ、夢イベントね、申し込みフォームからお申し込みいただけたら嬉しいです。お話できること楽しみにしています。ということで、今日も素敵な一日をお過ごしください。いいことあるよ、楽しんで。 Have a good day。 いってらっしゃい。ありがとう。